12月19日火曜日の天気をお伝えします。前線を伴った低気圧が接近するため、西日本太平洋側は天気が下り坂です。九州南部や四国太平洋側、紀伊半島南部では雨の範囲が拡大します。お出かけの際に雨が降っていなくても雨具をご準備ください。九州は通勤通学の時間帯、雨具の出番となりそうです。東北や北海道日本海側ですと雪が一時的に降り強まる可能性も出てきます。路面状況の変化や吹雪による視界不良にも注意が必要です。日中の気温について見ていきましょう。北日本は引き続き気温が低く、一日を通して最大限の防寒が必須です。関東は前日に比べて気温がぐっと下がりますので、寒さ対策を徹底してください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。